ラセーヌの星、ラセーヌの星、ラセーヌの星は、1975年4月4日から同年12月26日まで、フジテレビ系列で放送されたテレビアニメ。制作は、フジテレビ、ユニマックス、総映者、現、サンライズ、全39話。1789年に勃発したフランス革命の頃のパリを舞台とし、美少女剣士の活躍を描く。 主人公は、してしまで、花屋の娘として育った美しい少女シモーヌで、変装して、ラセーヌの星を名乗り戦う。シモーヌは、オーストリア女帝、マリア・テレジアの夫フランツ一世とオペラ座の歌姫を、両親に持ち、ルイ十六世紀の王妃マリー・アントワネットの母妹で、あるという設定である。放送と同時にアニメを元にした漫画が小学館の、 学年別学習雑誌に連載された。連載は鈴木真由美、藤原栄子らによるもので、学年別に作者が違った。単行本は唯一森村飛鳥版が KK ベストブック社より刊行された。この森村版の復刻版コミックが2013年から2014年にかけて復刊 .com より上下巻で発売される。当時ポピー社の奇世界人形。 成果の学習ノートなど、キャラクター商品も発売された。もともとは当時連載中だった、人気漫画、ベルサイユのバラのアニメ化企画だったが、オリジナル企画になり、ベルサイユのバラに加えて、手塚治虫のリボンの騎士の要素の灰、作品となった。金子光が設立した、MK の初作品である。基本的に全てフィクションであるが、モーツァルトやモンゴルフィエ兄弟、 オルレアンコートその指定パレロワイアル、ナポレオンなど、実在の人物、建物が登場すること、革命前夜から、バスティーユ牢獄、以下、作中の表現に従い、バスティーユと表記の襲撃、国王、王妃の処刑に至るまでの情勢の流れや、数々の史実、歴史的事件を物語の基盤としてり、放送当時話題を呼んだ。ラセーヌは、ラセーヌでセーヌ側のことである。 同じく、フランス革命をテーマにした、ベルサイユのバラが、どちらかといえば、貴族の側から見た革命を中心に描いたのに対し、本作品では主に民衆の側から描かれ、終盤で王妃側に視点が転換されて、両者の生活事情、心情が深く詳細にわたり描写されている。シモーヌの幼馴染みミランは貴族を憎み、階級差別のない世の中を作ろうと判断を。 起こそうとして囚われる。彼は、シモールとロベールの助けを受け一度はアメリカに渡るが、帰国後に革命の主導者となり、ラストシーンでは、さらなる激化、暗い時代の到来を予言する。弾圧を受ける民衆、立ち上がる革命家たちの象徴的存在だった。全体的に、高等無形なフィクションでありながら、歴史への考察は深い。前、中盤では、 典型的な完全懲悪の時代劇ドラマに限りなく、近い手法で、革命前夜のフランスにおける国王の絶対的権威や、貴族と平民、宗教と科学、保守派や官権、ザラールに代表される、愚直なまでに王政への忠誠を尽くした、警察隊らと、新しいものや自由を求め挑戦する、若者たち、科学者、芸術家と様々な姿で表されるの対立といった、 構造平易に表現した。悪者は、一目でそれとわかる姿で描かれ、容赦なく、切り捨てられ、子供向けアニメとしてはショッキングなシーンがムラジする。終盤、権謀術数に長けた黒幕が現れ、また革命で貴族と民衆の力が逆転することにより、価値観が覆える。王妃も単なるわがままから贅沢したわけではなく、国民の平穏な生活を望み、 子を持つ母親として心を痛める姿が描かれる。その中で、ラセーヌの星と黒いチューリップは義族であり、常に弱者に救いの手を差し伸べる存在であ続ける。そのため、当初は救いの手を差し伸べた民衆がエゴを剥き出しに、マリー王妃の幼い子供たちという弱者を敷いたげる、存在に変わり果てたことで彼らと敵対することになる。シモーヌは、 普段おとなしく控えめな少女で従順そのものが、祝女前としているのに対し、一度、ラセーヌの星の姿になると一変、相手を問わず凛として惜しく毅然とした強い態度を置く、重厚なドレスからでも瞬時に戦闘時の衣装へ、その逆もある、早変わりする。なお、挿入か、剣士のシャシャシャに赤い手袋を投げるというくだりがあり、これは決闘開始の合図として、 手袋を投げるのに基づいているが、ラセーヌの星は手袋をつけておらず、むしろ赤い手袋をはめているのはザラール隊長の方である。また、ラセーヌの星が乗る白馬は最初ロベールから与えられたが、どこから現れて、どこへ去っていくのかは謎である。常にラセーヌの星に献身的に使えている軽投げな馬であるにもかかわらず、なぜか名前はつけられていない。ちなみに、 シモーヌが手名付けていたフクロウは、コロウ、ロバは、タンタンという名である。細かい交渉としては、シモーヌがドフォル受講尺に見出された時の年齢が15歳を過ぎたばかりの頃、その時と米したミランが帰国するのが3年後、それから約5年後の最終回までシモーヌは大人びた。表情にはなるが要望がほとんど変わらないのに対し、実の父フランツ一世、作中では、 ロートリンゲン公とショースの没年から、国王、王妃の刑までの年数、また開始から数年、シモーヌが修道院で何年を過ごしたかも不明。第5話では3年間学ぶと説明を受けてはいる後の物語に登場する、モンゴルフェ兄弟による気球の項実験、モーツァルトの公共曲第31番、パリの作曲時期などと照らし合わせると、大きな矛盾が生じる。 第27話以降では、各歴史的事件の詳しい年代、日付が明確に示され、フランス革命の流れに完全に沿った形になった。最終回、内容は明かされてはいないが、マリー・アントワネットが獄中で、誰に託すこともなく、手紙を書き残している。ルイ16世紀の妹エリザベート王女に宛てた書簡、マリー・アントワネット最後の手紙は実在し、今日も保管されている。 花屋の看板娘であったシモーヌは、貴族ドフォール受講者の目に留まり、フェンシングの訓練を受け剣術を叩き込まれる。ある日、王妃マリー・アントワネットはかつて、フランス王妃候補だったことからことあるごとに衝突を、繰り返すカトリーヌ夫人との何度目かになる、カバリューステーでの舞踏会で競うドレスに、飾りために入手困難な、サンファの黒バラを、シモーヌの両親、実は、 養父母が営む花屋に大量に注文する。パリ中の花問屋の協力により無事に花は集まるが、屈辱を受けた夫人の配下に、シモーヌの両親は命を奪われ、死に際の父ポールから、実の娘ではないこととベルサイユ宮殿にいる姉に、会うようにと告げられ、孤児となったシモーヌは、パンテモ修道院に入る。ある夜、幼馴染みのミランが政治犯として、バスチーユへ送られそうになる。 その時、黒いチューリップ、ド・フォルジュ公爵の息子ロベールは、ド・フォルジュ公爵に、正義の精神と剣を教えられたシモーヌに戦うよう、進める。シモーヌは、公爵から譲り受けた、正義の剣を持ち、白馬を買って、ラ・セーヌの星として戦うことを決意する。公爵が裏切り者の手にかかって、死を遂げる直前にシモーヌは、出生に、重大な秘密があることを告げられ、 ドフォルジュ家の幼女となる。この秘密を知り、シモーヌの抹殺を、計画、また金や、権力のため利用することを企む者が現れる。ラセーヌの星は、宮殿内にいる貴族の姉への思いを秘めながら、黒いチューリップともに、パリで暗躍していた強盗や、ザラール隊長を筆頭とする横暴な治安警察と、戦う。シモーヌは、修道院を卒業した日の夜、 ロベールに伴われ、兄弟として初めて、ベルサイユ宮殿での舞踏会に出席する。この時、国王の命を狙う者がいた。射撃の名手で、昔、ロベールの訴えによって、ベルサイユを追放された奈良随ものシャルル・ド・バイエが、送り込まれており、仕掛け花火の騒ぎに紛れて、国王を射殺しようとする。ロベールは、直前に気づきこれを阻止するが、敵の罠にはまって、 国王暗殺未遂の罪を着せられ、公爵の称号を剥奪される。ラセーヌの星となったシモーヌはシャルルをパレロワイルまで追い詰めるが、シャルルはその場で狙撃され、絶命、真相は闇の中となる。ドホルジュ家の領地は没収されて、国外追放となり、シモーヌは元のして島に戻り、再び花屋として生きることになる。 花売り娘に戻った、シモーヌだが、離れ離れになった義兄ロベールを慕う思いは強くなる。国王、王妃は、税の限りを尽くし、その命令は絶対であり、逆らう者は容赦なく、弾圧を受けた。圧政のもと、民衆は貧窮に陥ってゆく。混乱に乗じて、私服を肥やそうとする者や、ノートルダム寺院を乗っ取ろうとする悪党までが、現れるようになった。権力に屈することなく、 自由を求め熱気球の研究を続ける兄弟や音楽に情熱を傾ける若者、命がけで家族を守ろうとする父親たちとの触れ合いを通じて、シモーヌはパリ市民の実情をより深く理解するようになる。奇怪な技を使う敵が次々に現れた戦いは続く。しかし、ラセーヌの星が絶体絶命のピンチに陥った時にはどこからともな、 黒いチューリップが幾度も救いに現れた。第十六話と第十八話。やがてシモーヌは黒いチューリップの正体がロベールであることを知る。第十六話。時は過ぎ、国外追放されていたロベールが秘密裏にパリへ戻った。無実の罪、ドフォルジュ家のお名をすすぐため着々と準備を進めていたロベールは、やっと実行犯、シャルルの従シャラルゴの手がかりをつかんだ。しかし、 屋敷に戻ったところで、ザラールに捕らわれ、バスチーユへ護送されそうになる。その寸前、シモーヌの働きで、ラルゴの身柄が、ベルサイユの衛兵の手に渡り、自白によって、ロベールへの疑いは晴れた。国王暗殺首謀者は、国王の重慶テオルレアン公であることも、白日の、かなる。だが、それは、さらなる陰謀の始まりに過ぎなかった。事態は宮殿へと向かう。 ドホルジュケは再興するが、貴族の影の部分を知ったシモーヌは、花屋での生活を選ぶ。ベルサイユでは、オルレアン公の審理が行われる。実は、オルレアン落とを陥れ、他の貴族を思いのままにしようと企んだ真の黒幕は、国王の側近く使えるドモラール公だったが、オルレアン公を演じた最後の証人ギボンが殺害され、オルレアン公の無実は明らかになるも真相は闇に。 葬られたまま終わる。一方、パリ市民は、さらなる重税に苦しみ、その怒りは王政への信頼を失わせ、警官隊や軍隊を相手に暴動を起こすまでになっていた。折しもその頃、アメリカで人民による議会政治を学んだミランが帰国する。ザラールは、犯行分子として一度は捉えたミランが不穏な市民を主導することを危惧し、抹殺しようとするが、またも、 ラセーヌの星に阻止される。やがて三部会議会が招集され、ミランはド、ドモラールが送り込んだ、対立候補を破って、市民の代表として出席するが、貴族と僧侶が市民代表を無視したため、国王に抗議を唱え逮捕、バスチーユに投獄される。人々の怒りは爆発し、ついに武器を取り市民軍として監獄へ押しかける。ラセヌの星の決死の救出もあり、バユは、陥落。 とうとう、フランス革命が始まる。一方、ザラールは、ラセーヌの星と対決を重ねるうち、その正体はシモーヌではないかとの疑惑を深め、ド・モラールと結託して、ミランは暗殺計画を漏らすことで、ラセーヌの星を引き出す。だが、ド・モラールの真の目的はロベールが、ラセーヌの星と通じているのを確かめ、反逆の罪を着せ捉えることだった。 真摯なロベールに厚く信頼を寄せていた、マリー・アントワネットはその真意を知りたい一心で、自ら危険を犯して牢獄へ潜入して、彼を救出する。ついに、王妃の間において、ラセーヌの星シモーヌは、ロートリンゲン公の娘、マリーのイボ妹であることが明かされる。真実を知ったシモーヌは、国民の敵と憎む王妃が、姉という事実を受け入れがたく感じるが、 夫として妻を姉と呼んでやってほしいと告げる国王、ルイ十六世紀の説得もあって、マリーの孤独を知り、彼女を守れるのは自分だけだと覚悟を決める。ドモラールは、スイス兵を擁して、暴動の鎮圧と、王一族の逃亡を計画するが、それは、国民の怒りを増幅させるだけだった。ラセーヌの星は、保身のために王家を利用したド、ドモラール。 最後まで完全に立ちはだかったザラールの両者との決着をつけるが、マリーを王妃のように高貴な人物が処刑されるなど我慢がならないとフェルゼンによって国王一家の亡命は実行されてまうバレンヌ事件。ミランもシモーヌの出生の秘密を知って心を痛めるが、もはや指導者一人の意志では抑えられぬまでに革命の勢いは増していた。死刑が決まった国王と王妃は、 ラセーヌの星の救出を拒み、最後まで誇りを捨てず団頭台に立つ。シモーヌとロベールは、マリー王妃に託された、国王夫妻の維持マリー・テレーズとルシャルルを救い出し、新しい親子として、フランスを去った。オープニングは、団頭台に立つマリー・アントワネットと群がる民衆の、ガニナレーションを重ね、マリーを殺せ。という叫びの後、燃え上がる炎と共に、タイトルトラセーヌの星がれ、 アレーヌが、イトワール・ベラセーヌ、題名のフランス語表記とコールする、第1.2話は除くという、当時としては、衝撃的なものである。フランスを舞台にしたアニメであり、日本コロンビアの木村秀俊の発案で歌も、フランス人の女性歌手、アレーヌが担当した、中日フランス大使館と、フランス観光協会の協力により、パリでオーディションを実施、8人の応募者の中から、 アレーヌが選ばれ、3日間の日本語の特訓を経て、現地で録音された。放送開始1ヶ月後にアレーヌは来日して、関東中心に6カ所でイベントが開催された。ホリエミツコは、適切なフランス人歌手が見つからなかった場合に備えた存在だった。実際にアレーヌの録音が間に合わず、放送では第1話、第2話のみ。 ホリエ版のオープニングと演伝曲が使用されている。このホリエバージョンは当時は朝日ソノラマから発売され、後年コロンビア、ホリエミツコカの歩みにに収録された。ホリエ版オープニングは後年まで再放送で使用されていたが、現在の CS 放送や DVD 版ではアレール版に差し替えられている。日本コロンビアより1975年6月に発売された。 前作曲、編曲は、菊池俊介が担当。後年、昭和50年代ドラマ編という LP レコードが発売された。収録曲目は1975年に発売された LP レコードと同一。デジタルリマスタリング5000枚完全生産限定版。本作は、フジテレビでは、伊勢丹の一社提供番組であり、同曲の本放送では、オープニングの途中に、 伊勢誕のロゴが表示された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。